準備はすべて整った。今こそ我らが積年の恨みをサイヤ人に晴らす時が来たのだ。どこに逃げようと決して逃がしてはならんぞ。一人残らず見つけ出し、皆殺しにしてやるのだ。よいな。今度こそサイヤ人を根絶やしにできるのだ。地球で生き残ったサイヤ人たちめ、これまで悪ことなく貴様たちの仲間がしでかした数々の残虐非道の報いをたっぷりとその身に受けるがいい。骨の髄まで染み込んだ我らの恨みこもった復讐の始まりだ。一日が始まりそうだ。お父さん、またこんなに木が枯れてましたよ。またか。どうしちまったのかな。父は薪ができたって大喜びだけどな。本国、大変だ。ミスターポポ、新しい神様言った。地球上に絶対存在しないデストロンガスという気体、どんどん増えてる。デストロンガス？そう、生命細胞を破壊するとても怖いガス。お父さん、山の木や草がどんどん枯れ始めてるのもそのせいかもしれません。神様言ってた。
お前たちのような元気いっぱいの人間でも70日ぐらいで死んでしまう。70日で？一体誰が？お父さん、こういうことはブルマさんに相談するのが一番ですよ。そうだな。お父さん、ご飯ちゃん、飯食わねえだか？デストロンガスなんて乗ってないわね。ブルマさん、なんとかそのガスを解毒する方法考えてください。僕はお父さんと急いでそのデストロンガスが発生してる場所を探しますから。わかったわ。私だってまだ死にたくないものね。ね、パパ。急いで研究しよう。頼んだぞ、ブルマ。ポポ、そのなんたらっちゅうガスはどっから出てんだ？神様が悟空に伝えろと言った場所は4つ。一つは東の都の南西にある大帝国グランドアポロン。二つ目は西の都よりずっと西の外れの砂漠にあるピラミッド。三つ目は南海の孤島で100年以上も噴火を続けているポコポコ火山。四つ目は北の氷の大陸。わかったか、孫悟空。よし、ごはん手分けして探そう。はい。そう、俺がいることを忘れるなよ。ピッコロさん。ピッコロ、よくわかったな。俺の中には地球の前の神がいるんでな、全てお見通しだ。よし、だったら話が早いや。三人で手分けして探すぞ。いけるかな。なんだ、おめえたち。悪いけどオラたちはおめえたちに構ってる暇はねえんだ。遊んでる場合か。もう一回だ。カメハメハ。お父さん、ドゲソン、魔漢高散歩。なぜ使えねえんだ。デストロンガスのせい、みんなの生命力落ちている。だから気が十分集中できない。だから使えない。そうか、ポポ、心配すんな。オラたちは戦っている間に気をどんどん集中でき。なんだこいつ。ここだ、こっから
なんか出てるぞ。あいつら、おっと、それよりこいつをぶっ壊さねえと。氷の大陸だ。地雷など何の役にも立たんぞ。お前はここまで来れるか。いけるとも。だって、あらららら、うわ！
まさかサタンを超えるバカがいたとは。よし、悟空たちと合流だ。こいつは永久氷壁と言われているものだ。これがそうですか。永久氷壁ってなんだ。永久に溶けることのない氷の壁のことですよ。だけどこいつはぶっ壊さなきゃなんねえぞ、ご飯。はい。無駄なことはやめろ。ここが貴様らの墓場になるんだからな。け、また雑魚のお出ましか。やつらも永久に氷漬けにしてやれ。証拠にもなく。奴らは俺とご飯に任せろ。貴様は永久氷壁を。お父さん、いくら倒してもキリがねえぜ。カカロット、ずいぶんと手こずっているようだな。ベジータ大丈夫ですか。皆さん、トランクスさん、ブルマに聞いてきたんだな。はい、悟空さん。こいつらの仲間は赤ん坊の僕を誘拐して母さんたちの研究まで妨害しようとしたんですよ。ブルマたちは大丈夫だったのか。はい、父さんと助けて送ってきました。トランクス、いつまでくだらないことを喋っているんだ。こいつらを倒すことが先決だぞ。はい。よし、行くぞ。で、四つ全部壊したぞ。もう大丈夫ですね。わざわざ俺が出ることもなかったな。悟空さん。ん？神様やったぞ。四つ全部壊したぞ。残念ですが、デストロンガスは以前よりも増えています。なんだって？私が言った四つだけではなかったのです。西の都にもデストロンガス発生装置が現れたのです。バカな、西の都のどこだ。トンガリタワーです。トンガリタワー。デストロンガスは今でもどんどん増えてるのか。はい。あれだな。俺に任せろ。これでおしまいだ。何？バカな。くそ！無駄だ。
様たちの力ではそのバリアは壊せんぞ。クリーサー僕がこの手で一刀を出したはずなのに死んでなかったのか。愚かな猿どもめ、貴様たちサイヤ人は俺たちが負けた。貴様たちサイヤ人はみんな俺たちに殺される。なんだと。フリーザー、おめえがなんたらっていうガスを出させてんのか。今日こそサイヤ人を皆殺しにしてやる。クラターレス、たっぷり地獄の苦しみを味合わせてやりながらゆっくりとあの世に送ってやる。ナメック人の面汚しめ。ピッコロ、サイヤ人の味方をする奴はたとえナメック星人であろうと容赦はせんぞ。逃げ出すんなら見逃してやる。俺たちは孫悟空たちサイヤ人を根絶やしにするのが目的だからな。なんだと。俺のサイヤ人に対する憎しみが一番強いのだ。貴様らサイヤ人に殺されたサイヤ人の気持ちが分かってたまるか。一体どういうことなんだ。みんなお父さんが倒したはずなのに。どういうことなんだ。小僧、痛くないようにあの世へ送ってやるから心配するな。クーラー、思う存分サイヤ人に恨みを晴らしてやろうな。一体誰が奴らを。戦うことしか能がない猿め、貴様の死刑執行人はこのクーラ様だ。ベジータ、貴様の罪は八つ裂きにされても許されんぞ。バカバカしい。スラッグ、貴様の相手は俺様だ。何を今さら無様に殺された者が。くだらん、今の俺たちのパワーが分かっていないようだな。貴様らには俺たちを倒せるパワーはないぞ、身の程知らずの愚か者め。おお、ベジータ、ずいぶん立派な口が叩けるようになったものだ。身の程知らずとは貴様のことだ。くっ、俺たちの目的は貴様らサイヤ人を皆殺しにすることだ。サイヤ人に殺された全ての者の恨みを込めてな。この世からサイヤ人を根こそぎあの世に送ってやるのだ。まあ貴様たちはデストロンガスを吸ってのたうち回らずに済むんだから礼を言ってもらいたいくらいだ。うわっ、船じゃねえのか。一体どうなってるんだ。しつこい奴め。
一体どうなってんだ。ゴースト戦士だ。海王様、つまり幽霊というわけ。そういうことか。おめえの正体分かったぞ。なに、なあ、こいつらゴースト戦士だ。出てなくて。だいぶ腕を上げたようだな。だが俺たちの恨みのパワーはこんなもんじゃない。奴ら一体何を言ってるんだ。ピッコロさん、デストロンガス発生装置を何とかしないと。悟空さん、どうしたらいいんでしょう。孫、困った時の神頼みだ。海王様、教えてくれ。孫悟空よ、よく聞け。デストロンガス発生装置を破壊するには本体を叩かなければダメじゃ。本体？フリーザたちを襲わせた張本人を倒すのじゃ。張本人？高度な科学力を誇ったツフル人の中でも最高の科学者と言われたドクター・ライチという男じゃ。ツフル人？ツフル人？ツフル人なら俺たちサイヤ人に滅ぼされた愚かな奴らだ。海王様、そういうことなのか。そうじゃ、昔のことじゃ。惑星ベジータはプラント星と呼ばれ、惑星ベジータという星に二つの種族が暮らしておった。お前の先祖のサイヤ人とツフル人じゃ。サイヤ人とツフル人？惑星ベジータというのはわしのこの星と同じで重力が非常に強くてな。そのため惑星ベジータの大半を占めていたツフル人は体がサイヤ人の半分ほどの人種じゃった。だが知的で比較的高度な文明を持っていた。一方サイヤ人は非常に少数の民族じゃったが、体も大きく、しかも強くて光線的な原始種族じゃった。サイヤ人は尻尾がついているのが最大の特徴でな、いわば全員が戦士のようなものじゃった。その戦士たちがある時牙を持ち、ツフル人を侵略し始めたんじゃ。兄弟だろうが、ツフル人は自ら作り出した高度な武器で迎え撃っていた。絶対的に少数のはずのサイヤ人はめちゃくちゃ強く、徐々にツフル人を制圧していったのじゃ。決定的だったのは惑星ベジータが8年に一度迎える満月じゃった。サイヤ人は満月を見ると怪物に変身するからだ。このことはツフル人にとって最も大きな脅威で、なおかつダメージが大きかった。ツフル人の文明を少しずつ取り入れながら、サイヤ人はだんだんと数を増やしていき、やがて惑星ベジータの全てを制したのじゃ。そしてサイヤ人は戦いを外宇宙に求めていったのじゃ。だがツフル人を絶滅させてしまったため、それ以上の文明の発達が遅れてしまったのじゃ。これでは戦いを求めてもさらに遠い宇宙へ乗り出すことができないと悟ったサイヤ人は、リッチで高度な文明を持つ異星人と手を結び、
その異星人の別荘用の星を提供する代わりに文明や金を手に入れることにしたんじゃ。戦闘好きのサイヤ人にとって一石二鳥のことじゃった。サイヤ人、どんどんエスカレートしていき、お前のように赤ん坊までいろいろな星に送り込むようになったのじゃ。赤ん坊が大きくなってからその星の住民を撃滅させてしまうというような偉大な作戦まで生み出したんじゃ。後にベジータ王と呼ばれたその男はサイヤ人を指揮し、ゼール人たちに反旗を翻したのじゃ。それ以来プラント星は惑星ベジータと改められ、サイヤ人の星となったのじゃ。サイヤ人も随分ひでえことしたんだな。それが戦闘民族サイヤ人の宿命だ。カヨウ様、それでそのライチっちゅうやつはどこいるんだ。宇宙の果ての暗黒惑星らしい。暗黒惑星？よし、行くぞ！サイヤ人をとどめ、ゴースト戦士などほんの挨拶代わりじゃ。あー、来い、早くここまでやってこい。たっぷりと恨みを晴らしてやる。到着した悟空たちは、海王からドクターライチがいる場所が魔宮殿のコントロールセンターだと教えられ、先を急いだ。ライチ様のもとへは行かさんぞ。ここがお前たちの墓場になるのだ。急いでドクターライチを探さねえと。ハカロット、ザコは貴様に任せた。だがドクターライチは貴様には譲らんぞ。
ヤ人、よく来た。よくここまで来た。褒めてやる。わしこそがドクター・ライチだ。わしの計画通り、最後に残ったサイヤ人どもがガン首揃えてやってくれた。やはりサイヤ人は戦いだけに興味があるおつむの軽い民族。何を？貴様がベジータ王子か。わしたちツフル人に恩を仇で返したベジータ王への恨み、たっぷりと貴様にお返ししてやるぞ。できるものならやってみろ。サイヤ人に復讐を果たす時が来たんじゃ。サイヤ人に滅ぼされたツフル人の恨みをたっぷりと味わうがいい。サイヤ人がツフル人に助けられた恩を忘れて重ねた悪行の数々、たとえ神が許したとしても、わしはサイヤ人を絶対に許さんぞ。何を抜かす。俺たちの先祖を奴隷代わりにこき使いやがって。貴様たちツフル人こそ許されぬ存在だったのだ。ふん、盗人にも三部の利とはよく言ったものだ。思い返せば随分昔のことだ。サイヤ人との戦いで圧倒され、ついにツフル人は全滅の危機に陥った。だがそんな中、ツフル人切手の科学者だったわしが恨みの燃破エネルギー増幅装置ハッチ100を完成させたのじゃ。これはサイヤ人によって無残に殺されたツフル人の恨みの燃破を集め、そのエネルギーを増幅し生命体にまで進化させて、次々とゴースト選手を生み出し、サイヤ人を絶滅させるという究極のマシーンであった。だがわしにはサイヤ人に殺されたツフル人の恨みの念波をハッチ100に集めさせる時間が必要じゃった。しかしサイヤ人の脅威はついにわしの身辺にも迫った。わしはハッチ100をそのまま作動しながら宇宙船に積み込み、共に脱出を図ろうとした。だが発射の直前、わしは今思い出しても口惜しい。わしはサイヤ人に殺されてしまったのじゃ。わしの強烈な恨みの念波まで回収したハッチ100だけを乗せた宇宙船が惑星ベジータを飛び立ち、暗黒惑星の中にある宇宙の墓場に軟着陸し、ハッチ100はそのまま進化する時まで作動し続けたのじゃ。貴様たちを襲ったモンスターもフリーザたちも、すべてハッチ100が生み出したゴースト戦士だったのじゃ。ということは、おめえもゴースト戦士っちゅうわけか。そうだ。わしこそハッチ100が生み出した究極の最高戦士なのじゃ。夢にまで見たサイヤ人を皆殺しにする時が来たのだ。長かったぞ。貴様たちのパワーではこのバリアを破ることはできまい。貴様たちをわしらと同じゴーストにしてやる。確かにサイヤ人は悪いことをした。サイヤ人を恨みに思うのも無理はねえが、だからってデストロンガスとか注文で地球を破壊することはやめろ。地球は関係ねえ。やかましい。サイヤ人が聞いたような口を聞くな。俺はサイヤ人じゃねえ、地球人だ。サイヤ人を皆殺しにするために地球人が絶滅しようがわしの知ったことではない。何だと。サイヤ人を皆殺しにできるならわしはどんな手段でも取るのだ。俺は地球人だ。
地球に出だしはさせねえぞ。サイヤ人に復讐しようなどと分不相応な野望を抱くからだ。とんでもねえやつだったな。人の恨みのエネルギーが集まるとここまですげえのか。かわいそうな人でしたね。これだけの科学力を持ちながら復讐のことしか考えられなかったなんて。悟空よくやった。最後まで残っていたデストロンガス発生装置が消えたぞ。もう地球は大丈夫だ。ご苦労だったな。そうか、みんなもう地球は大丈夫だ。俺たちはゴースト戦士なのだぞ。ハッチ100があるか、サイヤ人への恨みがある限り何度でも蘇ることができる。何？強大な気を感じたことはない。 まさか お父さん、カリオ様、教えてくれ。一体どうなったんだ。悟空、大変なことになってしまったぞ。ライチのとてつもなく強い恨みの電波がハッチ100に回収され、それが増幅して、ついにハッチ100の限界を超えてしまった。限界を？ハッチ100が暴走を始めてしまう。宇宙はこのまま終わりかもしれん。何だって？全ての元はあのハッチ100とかいうやつだ。俺たちは元を立たなきゃなんねえ。ハッチ100とかいう化け物を破壊するしか方法はねえぞ。面白くなってきたな。
獣め、しらえファイナルブラー
すまねえ。ピッコロさんが。そうか。もし。ベジータ。もう。野人がツフル人ごときに敗れてたまるか！悟空さん！お父さん！どうも。ラズホ。悟空たちの活躍で地球に緑がよみがえった。地球上すべての生命が今躍動している。悟空さん、ご飯ちゃん、夕飯いつまで待たせるだ。早く家へ戻ってこい。はっ。